これでます。今日はちゃんとしたマイクで撮ってますから。はい、ここからさ。最近 I. C. レコーダーとか、外で。外で。外なんか、現代風やったよね。ああ、バイト。現代風か。現代風。リモートみたいなさ。ああ、リモートも結構あった、確かに。うん。俺だけ、音質良くて。そうやで。あの、と、ちょっとなんか、編集してる時なんか。ちょっと、あえて、俺の方だけ悪くした。 テクやなテク。なんか馴染まなくて。あ今日はいい感じですね。はい。はい。じゃあ今日ねゲスト呼びました。来た来たゲストの前でちらっと言ったんやけど、ははいいあの皆さん。皆さんどうぞ。どうぞ。こんにちは。こんにちは。お久しぶです。マジで嬉しい。これでこっちのもんや。もうこっちのも。んどういうこと。ラジオのプロが来たからもうこっちのも。 よろしくお願いします。お願いします。久しぶりです。あ、だめです。久しぶりです。いや、あの、あ、そうそう、YouTube でえっとストラステーションっていうね、YouTube チャンネルでラジオをやってる先生です。先生です。本もんの人ですね。混ざってる、混ざってる。だからラジオの先生みたいな。ラジオ。いや、チャンス、チャンス、チャンスよ。ラジオの先生なんですよ違うわ。今日はその手で。す していただきました。この間、えっとこの早稲田レディを100回行ったのね。はい、ありがとうございます。回、ありがとうございます。100回って振り返り配信したわけよ。振り返りをしてたわけね。100回やってどうよっていうね。ね。しましたね。っていう話の流れの中で、そのあこうなんかなんていうやろうラジオ のスキルをもっと上げたいと<う>って言ってあ皆さんいるやん先生いた <laughs> ラジオやってはる人いるやんほんまもんがいたっていうな百回目にしてゼロから学ぼう遅い百回目で学ぶみたいな、はい、っていうのでちょっと一緒にやりたいなっていうのであのー、声をかけさせていただきました今聞きましたで、うん、<laughs> もう <laughs> フリーも甚だしい始め方して何も聞ロない。ラジオを学ぶって言ってんのに打ち合わせもせんとね。リアルな感じでやるマイナスから学んでいこうと思って。マイナスから学んでる何何どういうことどれがマイナスえ、マイナス要素ありますちょっと深掘りせんといて。ということでね、皆さんに、みんなそれぞれあると思うの。 悩みとか、ラジオやってる中で、こういうところ、うまいこといかないなとか。 ああ全部解決して。うん、そう、聞きたい、いっぱい。今日はもう。ラジオマジも、うん。なので、基本的に皆さんにも質問をこう投げかけまく。って自分のスキルを勝手にアップさせていこうっていう。もうね、もうボイラーからね、声かかった時に嫌な予感したんですよね。<laughs> <laughs> どうですか、今の気持ちは。もうなんか正座してます、今。伝わる伝わる。 うん、あやばいやばい PC PC のあのチェアの上に正座ですかね。正座 <laughs> <laughs> したままくるくる回るから <laughs> <laughs> 落ち着きのないの <laughs> 目を泳いでるし <laughs> はいよろしくお願いしますお願いしますお願いしますなんかありますあのまずそのラジオをやややる上で、うん、台本というかそう、はい、全体の 構図みたいなんてもうたあらかじめがっつり決めてから撮るんですかあ私はえっ、ー、とある程度もう決めて<う>タイムライン作って<う>何分になったらこうとかうあとその音楽後ろの BGM だったりとかそういうのの 音楽の起伏に合わせて、<え>その決めたりしてるんですよ。早速ハイレベルやわ。<laughs> 心折れそう。心折れそうや。でも、その全部、全部じゃなくて、そのオープニングとエンディングだけ。えー、オープニングにちょっとこう、わーっと。いつもの決まり文句を言って、で、それがあのバンって決まった時に、音楽もスンって一回ちょっと下がるみたいなぐらいに、最初測って。えーえ 測って練習してスタートのところだけはバシッと決めようみたいなアナウンサーオ、えープニングとエンディングだけだけどガチもんやん、うん、<laughs> いやいやいやそういうのは決めてあとそのやっぱりトライアンドエラーで何回もやって見てダメなのまま <laughs> えっと。 やってみてダメの繰り返しあ,<ー> <laughs> あれ、<laughs> 英会話に来たね。やってみてダメのこう繰り返しで、コーナーとかもね、あの作ったりとかしてるんですけど、まあ、そのコーナーも長さとかもやってみて短くとか。で、あとはもうほぼ決めて、決まり文句だけでも原稿に書いて、えー、あと内容はもう過剰書きで書いて、時間見ながら。 えー、ギャルっってて感じでやってますねだから本当それこそあのー、ストラジに「ボイラー」出演させてもらった時とかもあ,あの乗っ取りに来た時ですかそう思った <laughs> <laughs> その時も台本もらってたけどうちらも関係なしにずっと喋ってるけど、うん、終わりがちゃんと終わるっていうちゃんと進行という言いたいところを引き出してくれる。うん はい、あれがマジですごいなと思ってま、えー、保育園の先生みたいなオーダーこと出なやみたいな感じの <laughs> 保育園の先生の方が楽ですも <laughs> <laughs> っと見張ってくれてたみたいなね感じがしたけどそういう練習があるんですねやっぱすごいな普段からやってると、えー、でも本当に決めてるとこだけですけどね<の>で決まらない場合もあるんですけどはい、はい、途中でなんか 噛んじゃって笑っちゃってとかもあるんですけど。えーはい、はいはいはい。うん、ではそのゲストさんにも一応、時間だけちょっと見といてくださいとは。<う>あのお伝えはしてるけれど。どね、うん。でもなんとなく。うううね、そうそうそう。なんとなく終わりの方向に持ってくみたいな。<laughs> すごいには。心がけてはいるかもしれない。こちらはちょっとノープランにも程があるからね。日頃。日頃ね、<laughs> 今日もね。う,うん。そうね。あ、もう15分や。ほな。 だい大体10分ぐらいかなっていう感じで毎回言って決めてるけど結局昨日今日きょっと撮ったやつとかも19分 ?10 分のつもりがとかっていうねなんかでもさちょうど10分ぐらいで話盛り上がってくんのよね。そう 時間の経つ速度がなんかこう感じられなみいなところ。急に急にそこからね、なんかあの七八分ぐらいまで時計見てんのよ。ああ、またもうちょい行けるなって言次時計見たらもう十八分とか。ミスるよな。ほんまにサンドミるもんね。そうみたいな。全然タイムコントロールはできない。タイムコントロールは果たしてその皆さんから見てうちらのその特性とかもわかりつつ、時タイム コントロールは必要やと思いますか？なんからこって。要らなそうですけどね。要らい。らなそうです。いらなそうかもしれない。要らなそうだけれど、あのちょっとラジオの関係のお仕事をしている方に、その自分のチャンネルのちょっと見ていただいた時に、あの時間はだいたいやっぱりこうちゃんと合わせて終わらせた方がいいよみたいな風に。例えばその15分だったら15分毎回15分とかで、あの時間は 終わらせた方が、やっぱいいんじゃないかな、っていうのを、自分も。やっぱり足出ちゃったりするんですよね。うちはその五十九分、五十秒を狙って切るっていう風にしてるんですけど、うん、あの、ちょっと話が、やっぱり途中盛り上がっちゃうと、二分出ちゃったとか、あ、あるんですけれど。そこは揃えた方がいいかもねっていうアドバイスをいただいたけれど、でも、やっぱり。 ね、ボイラーらしさって言ったら、窮屈に、あじゃあ、もう終わりとかっていうよりは<ー>なんか、その、そのまま、こう、野放しになるっていうのもいいのな。なるほど。たまには一時間半いっちゃったとか、ね。いいと思います。一 <laughs> 時間半。伸びる、ね。何があったってなるよ。一時間半。逆に。<laughs> 10分で10時間半。いやもう最高 CG がのんまに。ビックスいつも10分15分がいきなりえ4時間半。すごい。でもそれワンテーマでやってたらすごいです。ワンテーマはすごい。そうだけどできんどちゃう。ああと強制的にその終わらせるためにうちはそのゴングを鳴らす時があるんですよね。はいはいカン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 でも話の途中でも鳴らしたらはい終了みたいな。でその後 にその15秒のいつも言ってる決まり文句というか、なるほど。あのお便り募集してます。どこどこに送ってくださいねっていうのを15秒で終わるようにちゃんと練習しといて、なるほど。っていうその強制終了系とかも、うん、それはでもありかもしれないですか。それあの BGM も流しちゃうとか、終わりの BGM も流しちゃ、はい、なるほど。うんうんうん,うん、うん、そしたらちょっと時間のコントロールも、なるほど。感覚もつかめてきますもんね。うん、かもしれないですよね。15分でもう強制の何か鳴らそうか絶対に。

ラジオパーソナリティの人はそんなに聞きやすい声なのか,なんか心地いい皆さんみたいなし、えー、そうですかあれって何なんか意識してたりするのかなとか、ねうん、気をつけてるとかそうすごい<っ>気になります聞きたいです、ね、とか全然もうなんか地声です、えー、寝起きではやるのはやめようと思ってるけど<れ> <laughs> あとは、えー、でも私はそんな発声とかも別に でなくてでもただやっぱりラジオがすごい好きではあったので、はいろいろ聞いてあこんな言い方で決まり文句とかはこういうふうに聞いてみようかなとかっていうのはちょっと真似してみたりとかはあったけれど、はい、声質とかは別に声質というかそういうのは。 すごいテンス。なるほど、じゃ、あうちらももう気をつけなくていいってことか。いや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 、結構、だからあの。そう、だかなじゃ、次元が違うね。そうなの。違う、違う。いや、俺だってさ、皆さんを、そだからさ、この電波乗ってないところ知ってるやんか、俺はな。違うもん。正直。え、違う。違う。あ、本当に。あ、じゃ、あどっかスイッチ入ってるの。か入ってると思う。無意識やとは思うねんけど。 だかかららくない <laughs> どだからそんな明確にめちゃめちゃちゃうとかじゃないけどやっぱなんかちょっと質感が違うというか<ー>うなるるかせる声かになってるよちょっと私たちもあちょっと今意識したん、ね、で<っ>ちょっと私たちも<き>はっはっ、ね、意識していた方がいいんじゃないでしょうかね。<laughs> あら素敵じゃないですかイ <laughs> シしすぎちゃう多少はち顔が気持ち悪しですよそれで普通のあの普段通りのトークができるんならいいんけどそうなのよねそれが難しいそれができないですわ、うん、できないですわ、うん、そうすごい気になったそれはまあうちらはちょっともう無理ということでまあでも意識で変わるのかもねだからあでも確かにラジオ始まって あその原稿さっき言った原稿なんですけど、はい、ちょいちょい変えはするんですけど、うん、結構練習はしたかっうのあとあのよく私の部屋の写真を撮った時に皆さんに突っ込まれたりするんですけどパソコンのモニターのとこにでっかい付箋で「うん、一人でも元気よくはつらつと明るさ30%アップ」っていうのを貼って <laughs> あ<ー>それをあの目の前にもう貼りっぱなしで。 それ大事案外なんか後で録音聞くとそのそうなんですようちもそうそうそうようそうそうそうよ自そう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 なのでみんなに言われてもええそうかなと思って後で聴き直すとテンションめっちゃ低いみたいなしかも入りの一発目の挨拶とか低い回とかがあったんであダメだと思ってちょっとなんか真似しましょう。 どっからどう見ても <laughs> わさこらさって書いとこいや分からへんそれがももうそれがそれの意味が分からへんからさ <laughs> 何にもそれによって影響されへん。確かにな。違うそ,れはそれぞれうちはそれで元気が上がるけどみんなはそれぞれあんたが元気上がるんや。どっから見てもわさこらさ。<laughs> <laughs> 見られてる 見られててると思っなんかテンション上げてとかやっぱり目で見えるとこに置いとくのは途中でチラッと見た時に「あ気をつけなくちゃ」みたいなその声のトーンをちょっと明るくするみたいなファンデーション一個明るいやつにしてみはい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 なんかいはいは気が緩んでくるとこう低くなったりいはそう っていう時の私はその黄色の太鼓の黄色線みたいな勉強になるこれマジでなるほどなるほどねちょっと一回切りましょうかねはい学んではいはいパートワンここまでともっと気になることたくさんありますねはい次回どんどん聞いていきましょうさらに掘り下げてお願いいたします。 ほなみなさん。まさこらさささ。何ションいつもやってるのに、今日は。やらへんの。いや、ゆったゆった。ほんま。ううん。こう、あの、お決まりの。最近最近決めてる。終わる時。終わる時も楽しげに去っていくっていう。あ、いいですよ。そうなんです。はい。